ピアノの弦は低音部は1つの音に対して1本ですが高い音になるに従って数が増え中高音部では1つの音に対して3本の弦が張られていますその理由は音を大きくするためとシフトペダルを使ってハンマーが弦に当たる位置をずらすことで音と響きを変えられるようにするためです。モデルにもよりますが、 グランドピアノの弦の数は230本ほどになり、その張力はおよそ20トンに及びます。この張力を支えるのが鉄で作られたフレームと呼ばれる部品です。弦の振動を受け共鳴することで音質にも影響を与えるため、フレームには頑丈さだけでなく、適度に振動する弾力も必要です。 当社はピアノの主要な部品を自社で製造していますがこのフレームも社内の工場で溶かした鉄を鋳型に流し込んで作っておりその製造技術はオートバイのエンジンなどにも応用されてきました。